このアタルの棒なんぼするやんって言ったら2000万円するって言うと2000万円誰のお金や聞いたらあんたのお金や、まあ、みんなのお金や、まあ、皆さんの税金なんで、そしたら余計に腹立ってきました。なんでこのアタルの棒止めんかったんや。議員さんは一時最終の決定をしますんで、なんでこれ止めんかったんやって食い食って言われたんですけど、いやー市長も出してきたことでしゃあないわ、いやみんなでなんかこうみんなでなんか談合して決めたのにしゃあないわって、なんかわけのわからん理由を言われますね。一人だけじゃこれ聞くのはもったいないと思いまして、10人ぐらいと、市議会議員と話そうということで議員さんにずっとやってきました。誰もこの赤色の子に関してはこの止めてくれるそうな覚悟を持った人がいませんでしたんで、私は、2年ぐらいその市議会議員と話をやってましたけど、あこれじゃこれぐらい守っとけばと思いまして自分が議員になりました。で今議員となりまして、何をやってるかと言いますと、あもったいないものをなくしてます。要はこの赤色の棒とか無駄な、みんな一生懸命働いて税金を納めてるわけですよ。それを僕が1円たりとも無駄に使っちゃいかんと思ってますし、多分これみんなそうやと思うんです。だからそういうことをきちんと守って当たり前のことを当たり前にやってます。で特にこの前の4年間、あ僕今2期目なんですけど、前の4年間差でありまして、鶴ヶ市って書いてあるんです、環境に優しい原子力、原子力の日10月10日ってこのシャーペンがあるんですけど、これ毎年30万円かけて作ってたんです、約3万本で市民の皆さん配ってたんです。まあ金持ちなんですけど、今の時代毎箸も持ってくるの当たり前やし、筆箱持ってくるの当たり前やろ、会議のためにこれ、会議のためにこれ置いてあるんです、資料の横に。ふざけんな、このシャーペンなくても2年かかりました。でこれようやく30万円これで削減したということで、他にもいろいろ削減しまして、前の4年間で約2億円近く、こういう小さなものから大きなものまでいろいろ無駄だなと思うことは削減していきました。これが4年間やってきたことで、今後はまあ、新しく無駄なものをなくしたものを今度2億円いきましたんで、それをプラスのものに、まあ、地産地消に取り組んでいきたいなと思っております。福井県カニがうまいんでカニ座温泉なんですけど、ぜひまた鶴ヶに遊びに来てください。遊びに来てください。どうも本日ありがとうございます。中さん時間ぴったり、ありがとうございます。プレッシャー。あー、でもさん、こんばんは。地元の桑名で、市議会議員をしています。伊藤慣れたかって言います。知った方もいるかなって思います。すいません、もう飲んでます、はい、こういう会は飲みながらやった方がいいかなと思って先に飲むようにしていいわけですよね。まあきっかけというかですね、僕もともとですね、テレビ局で働いてまして、フジテレビっていう韓国ドラマばっかり流してるあのテレビ局で、働いてたんですけども、というの番組の企画というかプロデューサーとしてちょっと仕事をしました。でまあとある番組の時にですね、渋谷の区議会議員の方にちょっとお会いしてちょっとお話を聞きました。なんで区議会議員やってるんですかっていう話をしたんですけど、その方実はもともと広告代理店で働いてる方で、まあなんかいろんなイベント企画とかしてる方ですけど、その方曰くその議員っていうのは政治家というのは街をプロデュースする仕事だと。で、まあ、本当になるほどなと思ったんです。まあ、自分自身、まあ、僕は生まれ多動なんですけれども、まあ、地元に帰ってきては、まあ、大学生の時にこう帰省しては、こう、パルが潰れてですね、僕はちょうど大学行く時にパルが潰れて、10年間あのままほっとかれてたんですけど、もうどんどんこう、カラスがどんどん寄ってくるような感じになって、すごいもう、寂しくなってきて、やっぱ地域ちょっと頑張って活性化していかなあかんなと。まあ、この桑名という町を、まあ、きちんとプロデュースしていけるような、存在になれたらいいなということで、一年発起しまして地元に戻ってきて、議員になったというのがきっかけです。で実際、まあ、議員にならせてもらって、おっしゃこれから桑名どんどん面白くするぞと思っていろいろこう調べていったらですね、もう桑名お金が全然ないんですね。こう使えるお金は全然ないし、いろいろ調べたら借金もめちゃくちゃある。桑名に1300億円も借金があるっていうのを議員になった後で知ってる僕もどうやと思いますけれども、実は結構借金もあったりして、もう日中も立ちもいかへんと。でこのまま行ったら、まあ、次の世代に対しても、まあ、申し訳が立たんなということで、まあ、先前川君もいろいろ話をしてましたけれども、まあ、とにかく子供に僕は付けを回さんとこうと思って予算をバシバシ切るということをやっています。この間、佐渡にですね、佐渡町に温泉ができるっていう計画があったんですけれども、まあ、その温泉の計画がやっと止まりまして、
これで14億円分ぐらい浮いたかなっていうような感じだと思います。前川さんとちょっと今ね、あのすいませんちょっとそんな感じで、まあその、まあ、とにかく無駄をせんとこうやってことと、まあ、もう一つは、まあ、みんなもやってるように実は議員だけで活動してるってすごく少なくて、議員以外のいろんな活動をしています。僕はあの10月にですね、桑名でバーベキューの街にしたろうと思って、あの桑名の美味しいものをバーベキューするバルベクワーニャっていうイベントを今日の主催の水谷武史君たちと一緒に企画しました。もう商店街の中でね、ハマグリとかあの牛肉とか豚肉とか焼いて、もう僕はグデグデに寄ってるっていうひどい回だったんですけど、まあまあ会社はすごかったんですけど、僕はひどかっただけで、会はすごい良かった、会は良かったんですけど、あのまあそういうような地域をどうやったら元気になったらいいかなっていうのを、まあ、常に念頭に置きながら政治の活動とまたもう一つの市民活動という形で取り組んでいます。まあ、将来やりたいことは、まあ、やはり町の総合的なプロデュースをずっとしたいと思っています。この桑名っていうところは本当に町でめちゃくちゃ気候もいいし、今日ちょっと寒いですけど、あの地理的にも本当にこんな便利なところ日本中ですごくないと思います。でやっぱりこういういい場所がゆえに、みんなやっぱりあんまり挑戦もせずに、まあそれなりにその豊かさを享受してきたんちゃうかなというふうに思います。僕はこの桑名の町の人たちがみんながチャレンジしていけるような町にしたいなと思ってます。みんながやりたいことをやっていく、ええとこを伸ばす、そういう桑名にしていくことで、この桑名っていう町がこの今の潜在能力をどんどん生かしていく、で将来的にも子どもたちにも残していけるようなそういう桑名にしていきたいなというふうに思ってます。まあそういう気もしていますんで、僕のとりあえずの目標は桑名市長になることです。はい、以上です。じゃあ次は、ちょっと整理してもらって。皆様こんばんは。こんばんは。私あの愛知県 の、 あの名古屋市の南30キロぐらいのところにあるんですけど、東浦町というところからやってまいりました。あの成瀬隆子と申します。あの伊藤成隆さんとちょっとご縁がありまして、あちこちでお会いしたりするもんですが、今日もちょっと面白そうなイベントだということで、あの完全にあの見に来たつもりだったんですけれども、なんか急にあの喋る場ができたということで、お聞き苦しいと思いますが、すみません、お許しくださいませ。あのなんであの町議になったかというと、あのもともと私の夫はですね、 PTA の役員を中学校小中とやってましたときに、同じ役員であの町議さんがあのいらっしゃったんですね。であのお話をしたりなんかするようになって、あのそれまで全くあの町のこととか政治のこととか興味なかったんですけれども、理解してどんなとこなんだろうと、どんな人がやってるんだろうと思ってみましたら、あの人口5万人で議員が18人っていう大変コンパクトなところなんですけれども、その中で議員さんはほとんどが、まあ、おじいちゃん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 で、平均年齢も64歳とで、女性も、当時1人あの、まあ、公明党さんなんですけどしかいないっていうことで、あのこうまあ、先輩たちがと上手にやってきてくださったから今の自分たちの暮らしがあるというのは十分わかるんですけれども、このままお任せばっかりしていったら、あの世代交代って必ずやっていかないといけないじゃないですか。で今の先輩たちがパタッと急にいなくなった時に、あの私たちどうしたらいいんだろうっていうことで、若い人もうちょっと入ってくれないかなと漠然と思ったんです。であの統一戦がありまして、誰か出たら応援するのになと思っておりましたら、まあ、誰も出ないということで、じゃあちょっとやってみようかなというあの本当に軽はずみな、今すごい後悔している部分もあるんですけどで出てみました。で、18人の議席で24人立候補したんですね。こんな激しい選挙今までなかったんですけど、その中で女性候補が私含めて3人だったんです。で結局通ったのは公明党のお一人だけで、私は時点で落選していました。実はで、誰か若い人女の人入ればいいのにって言ってたその議員さんが、実は夏の、総統選に自分がもう出るということで、辞職をされたもんですから、まあ、ラッキーなことに7月から議員にならせていただいて、まだ本当にこんな年ではございますが新人なんです。でも議会にて何が良かったかっていうと、こんな年でもあなたまだ若いからってみんなに言われます。ここにいらっしゃる議員の方
の中ではもうすごい上なんですけど、うちの町の議会ではあのまだ若い人っていう扱っていただけるので、そういうところもあの普段私たちが生きている社会とこんなにギャップがあるなっていうのを感じますし、であのとにかく、まあ、議会に入ったのはそういう理由なんですけど、どうしていきたいかっていうのはあのやっぱり皆さん同じことをおっしゃってたんですけど、普通の生活してる人とその政治とか議会がちょっと離れすぎているので、もっとくっつかないかなということで、あの行く先々に私あの笑われたり失敗したり叱られたりの連続なんですけれども、そういった体験をあの皆さんに、まあ、ホームページやったりブログとかツイッターとかちょっと一生懸命ついてきてるんですけども、そういうところから発信して、あの4年後には、まあ、3年半ですけど後にはもっと普通の人が、まあ、若い人、女の人がどんどん政治の方に入ってこれるようにしたいなという、まあ、私は政治でいいので、で、あの、まあ、あのおばはん結構やるじゃないかと最終的には言っていただけるように、あの、一個ずつ課題をクリアしていこうということで、あちこち、あの、勉強に来させていただいてます。ということで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではせっかく政治家の皆さんが6人も来ていただいたので、テーブルに分かれて皆さんが直接共に座ってもらって話をしてもらうっていうことをやりたいなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、テーブルをちょっと分けるので、はい、2つに分けて2人来るので、いや、どうぞ。